あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほいってことで、なんか届いとるやつを、お、2つ。カルロスより、ファン1号あゆなさん、カルロスらしさって何かって考えたとき、一つの答えにたどり着いた。それを君に送るよ。君もこれでカルロスを感じてほしい。応援よろしく、カルロス。何？応援とかファンとか言われても、何？アイドル活動でも始めた？で、これは母。あゆなへ、お雑煮を食べる横顔懐かしい。今は二人で夫婦ぜんざい。ふうふうして食べなさい、母。おぉ。なるほど。何？お雑煮送ってくれたの？お餅を送ってくれたんかな？どこ？あ、そっかそっか。なんで毎回忘れるか。ここね。プレゼントを、開ける。青チェックの服 L。そしてこっちは？へい。開ける。ストーブ。なるほど。ストーブの上でお餅を焼けということだね。ふんふんふん。ありがとう、母。チャス。おーっす。調子はどうだ、石子。そんで、なんか用なのか？この、ん？話に来たよ。ガス村のミオとか夢に出てきたんだよ。気ままな風来坊って感じのやつだったけど。今度は夢じゃなくて、本当に会ってみたいな、石子。こういうの人から聞いたらちょっと気になるよね。誰なのだろう。でもなんか結構な人がね、夢を見に来てくれてるみたいだから、ありがたい限りだよ、ほんと。前回見たとき確か44人って書いてた気がする。まあそれが多いのか少ないのかよくわかんないけどね。まあ私的には多いからありがとう。お、で、間違えた。てかスコップをしまえばいいんだよね。あ、みんないる。あー、アイラちゃんだ。こんにちは、ダバンブ。私がせっかく植えた花たちを掘り起こさないでね。ところで、どんなご用？お話ししよう。ほら、みんなスコップ持ってるし、怖いよ。今日はグレースさんが村に来てるんだよ。グレースさん。足も首もスラーっと長いし、洋服もおしゃれでかっこいいなぁ、ダバンブ。アイラちゃん、勇気を出して話しかけてみたら？なんか今回お客さん来てるみたいだけど、村に。おう、押された。グレース。多分、アミーボフェスティバルの方で出たよね。おーす、あゆな。今日は気持ちよく晴れたな。トレーニング日和だぞ、は。そんで、なんか用なのか？おしゃべりしよう。なあなあ、今日お前んちに行きたいんだけど、いいだろう？家に遊びに行けば、お前ともっと仲良くなれる気がするんだ。ごめん、今日はちょっとグレースさんのところに行くから。ちぇー、今日は忙しいのか。じゃあまた今度だな。うん、また今度ね。ありがとうね、お誘い。お、カルロス。あの、よくわからない手紙を。おはよう世界、太陽の下で遊ぶのはやっぱり気持ちいいね、石子。それはそうと、僕に話したいことがあるんだろう、石子。話したいことね。よくわからない手紙も送ってこないで。ん？ダンゴムシのやつ、駆け引き上手でなかなか捕まってくれないんだ。なんかね、このカルロスのね、真面目な顔しとる、この顔の時、正面から見たらすごい間抜けやけんね。面白いよ。あ、よかったら君も協力してくれないか？石子。ダンゴムシ？岩つついたら多分出てくるでしょ。ありがとう、アイナさん。それじゃあ楽しみにしているね。あ、みんなそれのためにスコップを持っているの？出たよ。は、やばい。いけたでしょ。ててーん。ダンゴムシを捕まえた。丸まったって無駄なのだ。12.8 ミリ。んで、どこ行ってんだよ。いたよ、いたよ。やあ、アイナさん。僕に何か用かい？石子。虫だよ。ほいこれ、ダンゴムシ。あげる。本当に捕まえてきてくれたんだね。嬉しいな、石子。うん。カルロスのね、すぐそばのね、岩にいた。これはお礼だよ。さあ、受け取ってくれ。なになに、ありがとう。水玉の絨毯だよ。気に入ってもらえると嬉しい、石子。水玉の絨毯、多分ね、こないだね。
この間のローランさんに変えてもらった時に剥がしたやつが水玉のやつだったんだ。ふっ、なんか立ってる。お、なんだっけ、グレースさん。ほんとだ、スラッと長い。やっぱりこの人出てきたよね、人じゃないけど。あら、どうも。あなたこの村の人？この村の村長です、一応。そうです。ふふん、それならちょうどよかったわ。ミーはとあるブランドのデザイナーなんだけど、今度この村にブティックをオープンしないかってお誘いがあってね。ブティック、おしゃれー。マジで村にブティックやばいね。何？今日はその視察で来てるの。具体的にはこの村がミーのブランドにふさわしいか、住民のセンスを調べてるのよ。ちなみにあなた、ファッションに興味は？ある。ってしとかないとね。デザイナーなんでしょ？ないよないよって言ったらね、ちょっと。あら、そう。だったらあなたのセンスを評価させていただくわ。マジか。なんて急に言われても準備ができてないでしょうから、こうしましょ。すごい笑うね。これからミーがお題を出すから、今日中にそのテーマに沿ったファッションに着替えてらっしゃい。念のため言っておくけど、ちゃんと靴やアクセサリーも合わせてコーディネートするのよ。ああ、普段めっちゃ適当に着てるわ。お題はそうね、スポーティーでスウェッティー。スウェッティー？まあ、多分スポーティーの方だけ拾ったらいいよね、今の。字の色が変わっとったけん。わかった？そんな感じのイメージでコーディネートしてちょうだい。ただし、日付が変わる頃には帰らなくちゃいけないから、あまり待たせないでちょうだいね。なるほど。スポーティーでスウェッティー。スウェッティーって。あ、雑草。おいしょ。とりあえず、着替えなければいけないらしいよ。めんどくさいな。あ、メゾレちゃん。なになに？アイナちゃん、突然なんだけど、あたい、今月の16日に引っ越そうと思うの。やっぱりイケてる女は一つのところにとどまっちゃいけないって思うんだ。え？ミドレちゃんが。全然違う方選ぼうとしてる。これは応援してあげた方がいいと思います？ミドレちゃん、私のアイドルなんだけど。頑張って。うん、応援ありがとね。新しいところでも頑張るよ、は。これからもあれだよね。引き止めることはまだできるよね。とりあえず、一旦応援しといて、後々嫌になったら引き止めるよ。私のアイドル、みぞれちゃん。ってことで、スポーティーね。スポーティー。上から下までコーディネートしなければいけないのか。じゃあ、とりあえず、どうしよう。スポーティーそうなのどれ？そんなね、スポーティーとか、名探偵。いや、スポーツじゃないな。バリアスーツボディとか確実にスポーティーじゃない？そういうことじゃないかな。勇者、勇者。動き回るよ。ミント銀ガムナスカート、お兄さんの服、長袖セーラー服。登山体質とか間違いなく、だよね。だって登山するもん。スポーティーだよ。氷いちご、サンタのジャケット。サンタはサンタでね、世界中を飛び回ってプレゼントを配るわけだから。ヒロインヘルメット。ちょっと間違った方向に走ってるかもしれないが。でもほら、ヒロインスーツ着るしね。ヒロインヘルメット。いいでしょ。いいでしょ。え、でも上から下までこんなもん？だってね、ワンピース着たら別に下のスカート、下別にいらないし、ヘルメットつけたら、ね、あと顔につけるアクセサリーだとか、頭につけるアクセサリーだとか、いらなくなるもんね。こんなもんか。じゃあ、コーディネートしてみようじゃないか。合わせるよ。はい、スノーブーツ。うん。よくわからん。登山タイツ。へい、よくわからん。んで、ヒロインスーツ。てー、何の音楽だ？そして、ヒロインヘルメット。これで現れて大丈夫っすか？スポーティーだよ、すごく。え、でもこれでさ、ファッションチェック、どう？ふざけてないよ。別にふざけてるわけじゃないんだよ。
でも普通はさ、ブティックを開くとか言ってる、ブティックとか言うぐらいだから多分高級路線なんでしょ？高級路線であろう。ね。ブティックの経営者にファッションチェックをしてもらえるってなって、スポーティーに決めてきなさいって言われて、これで現れるってふざけてるよね。大丈夫かな？ Hey, Grace。ああ、あなた。ファッションチェックの準備はできたのかしら？チェックして。あら、そう。じゃあ、ミーは忙しいから、さっさと始めましょう。グレースの、ファッションチェック。スポーティーでスウェッティー。スウェッティーかどうかはわからんけど。さあ、あなたのその着こなしは、今回のテーマを上手に表現できているかしら？まず、全体のまとまりだけど。まとめすぎってぐらいまとまってるわね。マジっすか。遊びはないけど、旧大店ってとこかしら。何それ、評価あんまりよろしくないの？それにしても、スポーティーもそこまで徹底すると、歩くスポーツフェスティバルね。何それ、何それ。どういうことですか？おしゃれ界のヒコマロ的な感じですか？とにかく、ミーが与えたテーマの表現には成功してるわね。ふふん。合格よ。おお、もう素直に合格、いいよいいよそのファッションって言ってよ。あなたみたいな子にはこれからも頑張ってほしいから、特別にミーがデザインしたゴージャスランプをプレゼントするわ。何それ、ありがとう。ゴージャスランプ。とにかく、この村にもセンスの光る人がいると分かって安心したわ。まだまだ視察は重ねなくちゃならないけど、前向きな検討は進められそうよ。え、今回のこれで決まらないの？じゃ、今日のところは帰らせていただこうかしら。またそのうち調査しに来るから、いつミーが来ても困らないように、毎日おしゃれに励むのよ。それじゃ。え、帰ってないじゃないか、そこにいるじゃないか。ふふん、まだまだ出店は決断できないけど、視察を続ける価値はありそうね。なるほど。これでブティック、これでブティック出店する見込みあるんだって、この村。ふざけた店長だよね。店長？村長だわ。町違いだわ。こんなんで認められるってすごいなぁ。大したお店ではないんじゃないのか？っていう疑問が湧いてこなくもないんだけど。大丈夫っすか？ん？なんかチュンチュン言ってる。タイムサービスのお知らせ。本日午後6時より全品半額のタイムサービス。ご来店お待ちしてまーす。ホームセンター豆粒。昨日じゃん。全然ダメじゃないか。遅れてるー。ん？ってことは。何がってことはかわからんけど。グレースが来とるってことは、セリフが変わるんだな。アイラ殿、こんにちはであります。グレースのこと話す？ところで本館に何かご用でありますか？変わったことは？ファッションデザイナーのグレース殿が村にお見えになってます。おう、やっぱり。何やら村の住人のファッションチェックをしているそうです。うん、されたよ、私、この格好で。不審者って捕まるよね、確実に。グレース殿は有名人ですので、厳重に警備しなくてはなりません。今回仕事に気合が入るであります。普段から気合入れてね。めっちゃ敬礼されたけど。さあ、ファッションチェックも無事にクリアできたよ。でもこれまた、あと何回かあるってことかな。ね。何回あるんやろ。こんな感じでいいのか、ゆるいな、ファッションチェック。あ、そうそう、今回、やってない。本日の私のナンバーはまだ決まっておりませんぞ。スロット、回してくだされ。よし、来た。それでは、雪だるまんスロット、スタート。今ね、何？トリプルリーチなんだよ。ありえなくない？早く揃えよっていうね。さあ、来い。25、ないし。ということで、今日の私のナンバーは、25。ないようですな。がっかりさせて申し訳ない。またのチャレンジ、お待ちしておりますぞ。いつになったら揃うんだ？雪の季節終わっちゃうよ。いや、まだまだ終わらんけどね。2月ぐらいまでは雪の季節かな。東北の方ではもっと違ったりとかするかな。
こっちは全然雪降らない。こないだなんか初雪が降るかもみたいなことを聞いたけど、全然降らなかったよ。本当は降ったんかもしれんけど、寝よる間とかにね。お、アザラクさんおる。いらっしゃいませ、殿も。いらっしゃいました。おはよう世界、こんなところで奇遇ね、は。で、どうしたの？おしゃべりしよう。うふふ、品数が多いから見てるだけで楽しいわね、アミナちゃん。なにこれ？これ、トタケケ？トタケケ関係なくない？誰？トタケケなんか左上にちょこっとおるんやけど。そちらの商品はケケチャイナでございます。お値段は3840ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？いや、いいです。そうでございますか。では、よろしければ他の商品もご覧くださいませ、だなも。もしかしてこれさ、そちらの商品はケケチャイナでございます。お値段は3840ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？これもしかしてどんな曲ってやったら、聞ける？視聴できる？お、聞けた。ほんとだ、なんかチャイナだ。お値段は3840ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？いや、いいや、かけるもんないし、私。ラジカセとかコンポとか持ってないもんね。そうでございますか。では、よろしければ他の商品もご覧くださいませ、だなも。やっぱそういうの置いた方がいいかな。みんな結構なんかね、部屋ごとにテーマを決めて、いろいろと、曲を変えたりとかしてみとるよね。ありがとうございました、だなも。は、やってない、いつものフォーチュンクッキー。いらっしゃいませ、ダナモ。おーし。いつもの、フォーチュンクッキー。そちらは当店のオリジナル商品、フォーチュンクッキーでございます。ゲームコイン2枚で販売いたしておりますが、いかがでしょうか？欲しい。毎度ありがとうございます。中から出てきたおみくじをお持ちくだされば、景品と交換いたします、ダナモ。で、もう一個も。そちらは当店のオリジナル商品、フォーチュンクッキーでございます。ゲームコイン2枚で販売いたしておりますが、いかがでしょうか？欲しい。毎度ありがとうございます。中から出てきたおみくじをお持ちくだされば、景品と交換いたします。たのも。私、滑舌めっちゃ悪いよね。滑舌すら噛んだわ、今。あ、ギリギリだ。フォーチュンクッキー食べる。へい。ててーん。中からおみくじが出てきた。なになに？緑色の帽子をかぶるといいことがある。8番。リンクの帽子かなんかが出てくるかな。あの、勇者の服が多分、リンクの服やったよね。食べる。ってことはきっと勇者の帽子が出るはずだよ。中からおみくじが出てきた。なになに？金槌を克服できます。14番。ほ。なに？なんか水泳系のものが出るかな。泳ぐ。店頭にない商品は店内にございます端末でお探しいただけます。お客様専用のカタログでの通信販売を提供しておりますので、ぜひご利用くださいませ。あ、それより何かご用でございますか？おみくじです。景品との交換でございますね。では交換したいおみくじをお見せくださいませ。ってことだから、まずおみくじ8番。へい。勇者の帽子でしょ？8番ですね。あ、おめでとうございます。8番の景品は勇者の帽子です。お、本当にそのまんま。ありがとう。はい、どうぞ。イエーイ。また挑戦してくださいね、ダナも。で、次。あ、そっか、話しかけるんだっけ。ほい。当店ではポイントシステム等の導入はございませんので、ご了承くださいませ、ダナも。なんか、ポイントカードといえばさ、今年の9月頃に、サークル系と、どこだっけ？ファミリーマートがなんか合併するっていう話が進んどるけど、正直サークル系って、去年の10月頃に R ポイントカードっていうカードを導入したばっかりやと思うんやけど、その辺どうなるんやろうね。ファミリーマートはずっと T ポイントカードでやっとるわけやん。あ、それより何かご用でございますか？で、おみくじです。T
T ポイントカードの方が多分一般的にも知られとる。でも R ポイントカードも始めたばっかりで、まあなんかニュースでも取り上げられたりとかして、まあちょっといい感じになってくるんじゃないかって言われたところで合併っていうね。景品との交換でございますね。両方使えるようにするんかな？そんなことできる？一応楽天のカードなんやけどさ。やけん、まあメジャーになっていくだろうみたいなね、話にはなっとったけど。景品との交換でございますね。じゃあ交換したいおみくじをお見せくださいませ。その辺気になるなぁ。ほい、14番。14番ですね。あ、おめでとうございます。14番の景品は青ピクミンです。あ、前さ、黄ピクミン手に入ったでしょ。青だ。ってことは赤もあるね。はい、どうぞ。また挑戦してくださいね、だなも。ってことはちょっとこれは被ってみなきゃでしょ。青ピクミン、へい。ピクミン、ブッサイクだな。勇者の帽子は？あー、この音楽好き。え、勇者の帽子被ったら髪の毛もついてきた。髪の毛もついてきた。リンク風の髪の毛になったんだけど、やば。似合ってね。いいね。かわいいよ。かわいいよ。まあ、こんな感じ。とりあえず、脱いどこうね。脱げない。そっか、持ち物いっぱいだったわ。じゃ、これでいいや。ありがとうございました、だのも。やばい、いいね。いいよ、勇者の帽子。そっかそっか、最近はあれだね。帽子に髪の毛までセットでついてくるんだね。いいじゃん。すごい、お手軽だよ。何がかは知らんけど。はい、ってことで、今回この辺で終わっとこうかなと思います。チャスがめっちゃ見よるけど、こっち。気になるよね、これ。はい、ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。このちぐはぐさ。そして似合わない帽子。やばいな。帽子より髪型が似合わんねやろね。